ゲームワールド、ゲームラーメンワールド。今日はねちょっとまあ僕のね地元の厚木っていう場所なんですけど、はい、そこの俺がね10年以上もう愛してやまない、愛してやまない山岡屋ね、まあ、山岡屋がバズってるじゃん。ああそうですね。なんかねで山岡屋がバズってるのにさ、うん、10年以上行ってる、うん、俺がミスター D が、うん、山岡屋を紹介しないのはないじゃん。まあないですね。だからね今回はちょっとね、はい、まあ普通にラーメンを食べていこうかなって思う動画にするので行っちゃいましょう。よろしくお願いします。説明しよう。あれさ、エアポッツあるかもしれないですけど、ちょっと、あ、森くん、車の鍵貸してあげて。申し訳ない、ごめんね。はい。多分エアポッツあると思う。これからニンニクが世界で一番嫌いなリュウトにドッキリをしたいと思います。アオイは世界で一番ニンニクが嫌いなんですよ。そんなアオイがちょっとわかんない、もう男ともちゃんと混ぜないと本当にあいつニンニク食べれないから、アオイね、森くんね。まあそうだ、もうやめて、ね、これはもうやめて、先生、森についてバレる、バレる、
森くん、あのカバンに入ってたって連絡してあげて、青いに。みんなも食べてるんですよ、これ。どう、おりゅうとは。もう、ぶっかけっていうか、単純にっすよ。さっきよりまずいっす。ちゃんとね、それ用に新しいの買ってるから俺。ちょ、森君これ頼んで。あの、ドッキリ用に俺ちゃんと新しいの。最初のものだったからさ。いや、あれと思って。いや、俺舌おかしくなったかなと思ってたんですよ。すいません。おーい。ドッキリ大成功ですか、じゃあ。お頼みどうしましょう。固めて固めて、今からでも、これ克服したかと思ったけどね。そういうわけじゃなかったの。ティッシュもらっていいですか。まだダメだった。じゃあもう森くんにあげよう。森くんまだ食えると思うから。森くん普通にあのニンニクが入ったバージョンだけもらって。ごめん、森からもらうんで。あ、もう一瞬で気づいた最初の。そうですね、一口食べて、で、俺さっきまでチャーシューとか食べてたんですけど、うん、チャーシュー食べて、あの自分の舌おかしくないか確かめました、ね。ほら、でもちゃんと残してないですよ、森くんが。森くんがちゃんとね、食べてくれるんで、森くんが食べてくれるということは。じゃあまた克服は次回ということで。はい、お願いします。次回で。A few moments later。 よし、いやー、ちゃんと着いたね、横浜ですね。ようやく着いたな、今日横浜でね。あの、これからね、あの海鮮丼でも食べようかなと。あ、素晴らしいです。ただこれ、あの、レンドリーだからね。やっぱ今、山岡屋からジャンプしてきて。そうですね。で、またね、海鮮丼食べるなんてね、はい、まあ、今日はまあ食べ倒れツアーだからね。なんで、まあ、横浜のね、やっぱ良さを見せていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。はい。